製鉄グループシズ、鉄ジャストラインソロク営業所シズ、鉄ジャストラインソロク営業所シズ、鉄ジャストラインソロク営業所とは、静岡市駿河区にある、静鉄ジャストラインの営業所の一つである。ペットマークは地名にちなみしか。新静岡、県庁前引く本通り三丁目から七間町宝台橋、まぶち二丁目 田舎は長静岡駅南口無理した小学校、八幡二丁目農業会館前引く、再生会病院前から、そろく局前競輪城入り口、競輪城前から、三菱入り口薬大前から、そろく局前八幡二丁目八幡三丁目、静岡駅南口、県庁前から、静岡駅前から新静岡新静岡瀬ノ場。 直行便石田号2015年9月30日までの案内名称は中田経由2015年9月30日までの案内名称は曲がりかね経由日本平線経路変更のお知らせ。静鉄ジャストライン2017年3月18日閲覧。富士の国地球環境史ミュージアムの開館に伴い2016年3月26日ダイヤ改定で。 三輪大谷線が延伸された。三輪大谷線富士の国日休館教師ミュージアムのリーレのお知らせ。静鉄ジャストライン公式ウェブサイト。2016年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月25日閲覧。ソロク線運行休止のお知らせ。静鉄ジャストライン。2017年3月18日閲覧。ありがとうございます。